ヘイヨーケンツメッシです。今日もくらやっていくんですけど、今日はですね、まあトリトン、強くなったトリトンのバグがね、発見されたといったところで、それをね紹介していこうと思います。まあバグとかね、そういうので、まあ視聴者さん大体この動画見に来ると思うんで、引き寄せる視聴者を、そうトリトンのようにといったところでやっていきます。で今日はですね、あのジャックに協力してもらってジャックこの間ねグロ13位行ってたんですよね。で北シャンが14位かな。ほら、ファブ頑張ってたんですよね。ケンツメシはね、ちょっともっとこう、デッキ定めんといけんですね。甘かったです。じゃあ、フレバとジャックとやって、検証していきます。さあ。よろしくと。俺がトリトン出して、いきます。あるかな？ザップ。まず出すじゃん、こうやって。こうやってザップ打つと、永遠停止するんですよ。これがトリトンのバグですね。こう来てこんな感じ。あー、これはちょっと失敗ですね。こっちから出しますね。ザップのうまさがうかがえますね。これさっきジャックと練習してうまい。うますぎる。ジャック、このバグまでもうまいの、じわるんだけど。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。さあ。はい、はい、ヒュッ。多分掴んで引き寄せるとこらへんっすね。あ、よろしく。オッケー。ここらへんかな。なんか俺できないんだけど、さっきできたんすよね。なんでだ。悲しい悲しい。ヒュッてやってザップ。あー、なんかね、タイミングがね、シビアっすね。よろしくと。さあ、俺の方で成功させないとな。なんか、微妙。さっきのジャックのやつがね、うまいんすよね。ヒゲで回復させるから。頼む、ジャック。はははは。よろしくと。待てよ、ザップ。ここ。いやー、違うなー。待って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 。悲しいよ、俺は。ま、ジャックの最初のやつがあれなんですけど、こっち側のあれを見せたい。言うたらちょっと難しいんですよね。OK。できた。グッドゲームと。こっから落とします。なんか強い。よし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 、負けん負けん。たとえジャックとはいえ負けんぞ俺は。いけ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 。いや、やばい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 。あー、やばい、そういうことする。守りきった。読みザップ決めよう。いや、よーし。サンキューといったところで、まあ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 、今みたいな感じでトリトンにそのザップを打つと、止まりますよっていう、まあそういうバグですね。があって、まあこれは、まああんま良くないよねっていう話ですね。まあそんだけです。今日はトリトンの可能性を、検証していきます。これがね、ケンツメシ自作のデッキなんですけど、まあ先日ね動画にしたんですが、すげえね、いい感じだったんですよね。で、流行ってます、ちょっと。ジャックにありがとうって言ってくれ。
さあ、で、今日はトリトンのスパーキー型もあるんですよね。スパーキー型。どこだっけな、どこがね、スパーキーだったか忘れたんですけど、多分これですね。このゴブジェイスパーキーの、ゴブ折りのところがトリトンか。ゴブ折りがトリトン、オッケー。エレキがここか。でもね、個人的にハンターとね、組むのも結構強いと思うんですけど、まあ、ちょっとゴブジェイスパーキートリトンをね、やっていこうと思います。で、その後、三種の神器っていうデッキの、まあ、アサシンユーノの代わりにトリトンを使ってみるっていうこともね、やってみようと思います。まあ、トリトンね、本当に使いやすくなりましたね。なんか3コストの、そのナイトとかと同じ、使い方もできるし、みたいな感じです。マジックアーチャーとかもね、完封できるっぽいですよ。とりあえずトリトンこうしといて、まあまあ普通の処理って感じですかね。まあエレキで向かったかは否めんけど、ウッドバルキリ、多分ディガっぽいですかね。普通にロケットはないはず、ポイズンだと思います。でインフェか、オッケー。これライトニングまで組めそうですね。 C5 を組めますね。はっ、 OK で相手 ISP とか出さないと。おエレキいたか。あー、それ強いな。完全にチェックメイトと思ったんですけど、でここが防衛どうしようかなって感じですね。こうと、まあ、起動できないけど、雪玉こうしとこうか。なんかね、トリトンがね、言うてエレキに対して、この捕まってしまうと攻撃全然しないんで、そこがね、ちょっと、悲しいポイントですね。一発。オッケー、美味しい。ダクパリ言うてね、変わんないっすよ。強いと思います。まあ、ゴーストでもいいんだけどね。ゴースト入ってるあれもあるので、よいしょ、トリトンから行こう。ゴーストが入ってるスパーキーデッキもね、もともとあるんで、ポイズン打たれる、まあ、トリトンにポイズン美味しいよね。まあ、とりあえずやることないっていう感じはあるもんね。でさらになんか使ってくると思います。はいはいはい。エレキがいる。ライトニング、これ手前だな。ここら辺に、おあー、惜しい。で、トリトンで、てめえはこっち来いと。そうすることによって、このゴブジャイの攻めが刺さるって感じですね。で、相手エレクトリウィザード切ったんで、お、引っ張れた。エレクトロウィザード切ったので、あとはここのインフェを突破しながら、って感じですね。よいしょ。ウッドも使ってきて、ここはもう、削りのライトニングでいこうかな。いや。削りのライトニングでいきます。OK。あとライトニングと雪玉でおしまいなんで、出しといてあげて。形作った時にやっぱ引っ張ってくるのは強いなと思います。個人的にね。多分こうしてここら辺出しといて、普通にインフェも削るしな。まあライトニングで GG ですね。 OK。 まあ感じでゴブジャイスパーキーにトリトン入れるのも割とありですね。うん、ホグとかに対して強くなるし、まあ、ジャイとかも引っ張れるしって言ったところで、形組んでこう手前に持ってくるって部分では割とね、トリトンも、いい仕事するのかなっていう気はします。はい。で、剣詰め師、今、クラローパス買わない理由としては、今回のタワースキン超かっこいいんですよ。これね。ああ。このタワースキンが超かっこいいんですけど、かっこいいからみんな課金するじゃん。で、俺は一人だけ、こう課金せず、この白文字でかっこいいってドヤ顔して、最終日に買って、一気にやろうって感じですね。次どうしよう、ここですね。ここの、ここをこれしていきましょうか。いけるんかな？なんかでもペッカとか引っ張れそう。ちょっとやってみますね。
新発見があるかもしれない。で、そうだからザップ流行った時に、あれは良くないよねって話。さっきのバグは、もしかしたら良くないかもしれない。まあまあまあ。一応ね、こういうバグがあるっていう、あれがあるわけですね。さっきのホグもトリトンがいればって感じだもんね。やることがないな。マジアチから行きましょうか。神技でキング起動できるのは強みだと思うんですけどね。スケルトン部隊ホグ。なんだ？ラムライダー出します。アイゴレ出しといて。あー、これは。雪玉打つがしかしみたいな。オッケー。ホグが来そう、どっかで。ロリボボ流しといて。ホグが絶対来る。頼む。ホグを寄せてくれ。オッケー。頼む。キングキド。オッケー。もう怖えよ。で、こっち、多分あれですね。バルキー来るんで。よいしょ。あ、エリクサがねえか、相手。攻めすぎて。トリトンが刺さると。で、ラム防衛しつつ、やばいこれ。なんかやばそう。めっちゃガゴムレ刺さりそう。なんかキング起動してたわ。忘れてた。とはいえ今のはちょっとね、ラムライダーやんちゃした。でもこっから多分完封できたはずなんで。なんか相手呪文なさそうじゃね？中型の。あ、ごめんね。ちょっとラインがさっきからピコピコなっちゃってるんですけど。ロケティーや。インフェルノタワー、インフェルノドラゴン出していてあげて、形組みつつ、これ引っ張りますか。オッケー。でラム出してあげて、いや、なんかやばくね？なんかまずい気がしてきた。ロケット圏内には入らないようにしてあげて。オッケー、読んでる。あー、なるほど、どうしようかな。うん、ラム出して、マジアチャ出しつつ、前ランバーのここを雪玉でしばいて、スケブが来る。ラム間に合い。あ、やばい。やばい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 。トリトン頑張れ。ナイスじゃね。おー、危ねえ。ちょっと今のラム遅れちゃったんですけど、トリトンが意外と、あれだね。やってくれますね。あー、なるほど。ちょ、もう一回行こうかな。もう一回行って終わりにします。はい。意外と、いい。ワンチャンある感じしますね。もうちょっとこう使いこなせたらいけそうだった。さあ、よろしく。まあ、言うのにないことをできそうだし、言うてこう真ん中言うの的なこともできるんでね。さてはありますね。まあここをトリトンにすることによって、ホグとかに強くなるんかな。ロイシャイとかもそうですね。まず待ってあげて、
トリトンからいきますか。とりあえずトリトン、とりあえずの男トリトン出してあげて。おー、なるほど、クロスっぽいですね。とりあえず、とりあえずね、マチャチャ出してあげて、ファイボだよな多分。ファイボクロスか、クロス嫌やな。ラムライダー出して、受けから受けから、テスラかインフェか何なのか、ユニットで守ってくるなこれ。なるほどね、オッケー、処理。あー、まずアタ出したいけど、まだここじゃねえな。とりあえず延命されていく。ここトリトンでいくね、なんとなくだけど。で、処理しつつ、カウンター。まあ、一旦ここはトリトンだけ流してあげて。引き寄せて、はいはいはい、でここマジャチャ出しといてあげて、ファイブ打ってこなかったらここ延命したい。あ、打ってこないんだ、オッケー。じゃあ次はマジャチャで攻めますか。ケツランバーして、マジアチャを生かしたい。いけ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 、まあまあトリトン頑張ってたっぽくね、今の雰囲気、雰囲気頑張ってましたね。これうわ、マジアチャ刺さってほしかった。雪玉打ちます。うーん、今のマジアチャで引っ張りたかったっすね。ファイボとかでもろもろで吹き飛びそうではある。こう出してあげて、こう出してあげて、マジアチャを出してあげて、しんどい、クロスしんどい、クロスしんどい。読むか、次だな。オッケー、ファイボがクリーンヒットするんですわ。4でもこれなんですわなと。いやー、つらい。このデッキがクロスに超弱いってのもちょっとあるんですけど、まあ有能じゃないと、さらにきっちい感じはしましたね。まあグッドゲームといったところで、まあトリトンの可能性を探っていこうと思います。多分このデッキは結構ありっすね。なんで、今後も使っていきたいと思います。スパーキーは強かったっすね、普通に。トリトンスパーキーはで、最初のは止まるバグってのもあるんで、試合中にね、起こってもびっくりしないようにしてください。では、おつめし、バイバイ。